ミニマライトカード5枚が推奨されているので LINE ペイカードみそ汁笑顔。はい、どうも、みそ汁笑顔マウンテンズのりょうです。今回はですね、ちょっと今家族で旅行に来ててホテルにいるんですが、今ちょっと時間があるのでこちらの財布ですね、僕が愛用している財布の紹介をしたいと思います。こちらミニマライトのプレイウォレットの X パックという財布でございます。で、かれこれ使って1年弱になるんですかね。山用に使っている方もおられると思うんですが、僕はもう、普段使いも山も全部ね、これでやっております。キャッシュレスが結構進んできて、支払いもほとんどID ですとかクレジットカード交通系っていうことが多くなったので、もうだいたいこのキャパでこと足りています。で、今日はね、この財布の中身を紹介しますということで、中身ですね、ちょっとカードはお見せできないんですが、カードは全部で5枚入ってます。これはいいか。これがメインで使ってる LINE ペイカードですね。 LINE ペイカードが1枚。実は LINE ペイのね、これはもう1年間 3% ポイントがつくので、すごく今熱いカードかなと思ってます。楽天銀行の、ビザカード、こちらで決済もできますし、ATM でお金下ろしたりもできます。なんで楽天銀行のビザカードが1枚と、で、あと健康保険証ですね。健康保険証で、コスモのカードですね。いつもコスモでガソリン入れてて、結構これと、アプリでかなり値引きされるんで、ガソリンはこちらで入れています。4枚ですね。4枚です、持ち歩いているカードは。で、免許証は、スマホの裏にシンジモールっていうところの、カードケースを貼っていて、そちらに免許証と非常用の千円札を入れている状況になります。で、小銭はキャパがね、こんだけしかないので、結構意識してね、減らすようにはしています。はい、あまりパンパンになるということはないですね。で、ここがちょうどね、カード5枚が推奨されているので、まあ4枚プラスレシート挟んだりとかっていう使い方をしております。すごくね、もう最初の頃はちょっとこのシステムちょっとね、使いにくかったんですけど、もう慣れてしまえばかなりもう使いやすくて、山もね、町も全部これ一つで行ってしまえるというところは、すごく、登山をやっている方にしてみれば便利かなと思います。すごくいい商品やと思ってます。そう、こちら山食音の限定モデルで、ちょっとカード映るから抜くんですけど、本来これ、ここがマジックテープなんですけど、こちらのモデルは、このなんていうか、ボタンになってます。結構ね、レジ前で僕ベリベリっていうのがあんまり好きじゃないので、こちらを買いました。現金はだいたい1万円いかへんぐらいに入れています。1万円超えたらちょっと別のところに入れて、まあ、なくしても痛手が少ないようにしております。ほとんど現金を使うことがなくなってきましたので、まあ、財布もそれに応じてちっちゃくなっていくやろうなとは思いますね。はい、ということで終わりにいたします。ありがとうございました。